はい、どうも、くじきんです。さあ、今回は、ラスト熊本の新体制を、カサポの視点から適当に見ていくということで、お勉強していきますよ。えー、ジェイズゴールは、ほら、イン、アウトの情報なんですが、このインとアウト、ここね、ぴったり一緒っていう、すごい気持ちがいい、あれですね、入れ替えになってましたね。えーっと、うーん、村上、八久保高瀬、中山、あ、高瀬と、そっか、一緒に群馬行ったのか。 で、原見島、フォワードが抜けまして、田辺、畑、あー、で、様も抜けてんのか。で、上だと、片山引退ということで、お疲れさんでした。うん、まあ、片山は特に、本当ロアッソの印象があるっていう感じですね。えー、っとね、まあ、これ、あとで、いや、今言うか。やっぱ、監督が大きさになったわけですよね、このチーム。ってなってくると、 やっぱり、原と三島ってちょっとタイプは違うのかなって思うよね、フォワードとして。今、いても全然活躍できる選手ではあると思うんだけど、やっぱりこう、大きい色に染めていくには、やっぱ、新しい色が必要というところで、ここに今、二人おりますよ。<laughs> で、まあ、上から見ていくと、間はえー、鎌倉インターナショナルよし、ちょっと知らないチームだったんで、今覚えました。えー、石川、トスカラ。もう、この選手もちょっと知らない。多分分手かってた 谷口ね、えー、グルージャで、まあ、ストライカーでしたね、えー。去年は9得点。その前の年は、多分2桁取ってんじゃないかな。うん。本当にグルージャの点取りアってイメージがあって、決定力高い選手だと思います。で、浅川も同じくストライカーですよね。えー、レンタル J リーガーでしたっけ何でしたっけなん,なんかやってますよね。だから、なんか人間としても面白い選手、えー、人だなって思います。 ま、熊本に行って、こっからまた J2J1 って羽ばたいていくんだろうなって。なんかそういうね、ストーリーがこう、見えてくる選手ですね、浅川は。で、あと、福岡大から2人。菅田スカ菅田川原、うん、ちょっとま、ここら辺は、おいおい覚えていくとして、立命館、竹本。お、ユースから3人。樋口、田尻、小島。おーユースから3人上がったか。 やっぱり、ロアストのユースというかさ、なんて言ったらいいんだろう。まあ、ロアストは割とやっぱ進行クラブじゃないですか。だから、この辺の育成組織も、ね、だんだんと熟成されてって、いい選手が上がってくるようになってんだな。高橋、国士監督。結構、新卒組が多いですね。うん、大卒、ユース卒。そして、選手スタッフ一覧見てみましょう。えー、ゴールキーパー4人。 ただ、40番の北里大地選手に関しては2種登録っていうことで。うん。まあ、正ゴールキーパー22番山本でしょうね。いやー、やっぱ健在ですよね。うん。自分なりの感謝を伝えられるかと思ってます。素晴らしいコメントです。もう何も、何ももう言うことがない。素晴らしいコメント。さすがの山本かい えー、ディフェンダーですね。うーん、センターバックは小笠原、鈴木とかになってくるんでしょうか。いや足元が求められますよ。これからは、さらに。まあ、去年もね、結構必要だったとは思うけど。まあ、あと、若手で言うと、あ、えっと、この選手なんだっけ菅田菅田選手。へえっと、どこから来たんだっけ福岡大か。 5番ということで、まあ、いい番号を与えられてますね。うーん。ミッドフィルダー、マクロ木。あ、6番。この選手も、新加入。あ、なんか応援したくなるようなビジュアルだな。<laughs> 川原、そう。うん。これも福岡だっけ身長169か。えー、結構小さい。うーん。 ボランチかなまあ、上村とか行ったりして、まあ中原もそうっすね。伊藤旬。時も新幹にか。うーん、二村。あ、これがあれか。鎌倉これ来た選手か。何歳だ ?96 年。何歳だ <laughs>、まあ、若,い若いってことは分かった。えー、オーストラリアとか行ってたんだ。 流刑卒業後、オーストラリア行って、鎌倉インターナショナルし c 何好きなアーティスト変態紳士クラブって。何それ。知,知らない後で調べてみよう。岡本もいますよ、と。で、フォワード。9番が谷口になりました。素敵な笑顔。浅川も素敵な笑顔。11番。で、まあ、去年の点取ってたのは、やっぱ北村ですね。うん。 うん、かっこいいよね。背番バ号特典。あ、なるほどね。13点取るっていう目標。ね若くて才能ありますね、この選手は。今年何点いけるか。ただ出場機会はね、やっぱそう簡単にないと思いますよ、これ。浅川も谷口もこれいい選手ですからね。まあちょっとこの他の二人はマジで頑張んないと、この三人がかなり強いよな。 ポジション。ちょっと攻撃力の熊本になっていくんじゃないですかやっぱ監督のサッカーもそうだし。監督大木さん。いやー、怖いよねー。<laughs> 怖いよねー。こんな優しそうな笑顔だけどさー。インタビューとか見てると怖いよねー。うんと先生って感じだよな、なんか。で、力さんがいたりね。うん。こういった方々に支えられて。 今年のロアッソともまたやっていくようです。いやー、まあ若いな。若い若い。うん。そんなにベテランって、まあゴールキーパーとかにはいるか。でもそんなベテランいないよね。若い。うん。そしてみんな、なんか、足元うまそう。<laughs> やっぱり。なんとなく。なんとなく足元うまそう。いやまあ繋ぐサッカーになっていくでしょう。やっぱりロアッソは。 うん。俺の好きなサッカーをやってくれそうで。ちょっと今年ロワッソも楽しみだな J3。で、ユニフォームがこんな感じですね。なんか、プーマは最近こういう柄があ、なんかハマってんのかな沼津とかもこんな感じだったよね。アウェイと同じような感じか。うん、赤一色。はいはい。ですね。キーパーは、どっちがファーストかわかんないけど。 雰囲気的に、青がファーストかなまかんないけど、が青と黄色と、いうところで。ああ、もう <laughs>、チームスローガンがもう、つなぐみたいな感じじゃん。ね。パスも繋いでいくんでしょうな。ねボール保持率、リーグナンバーワンで、になっていくでしょうね。熊本は。おそらく。うん。いや、今年のロースト楽しみですね。 ただまあ、時間がかかると思うんだよね。やっぱ、あのサッカー観戦するのに。うん。まあ、そういう意味では、やっぱり新卒選手っていうのは、あんまりこう、インプットされてるものが少なさそうなので、ね、サッカー選手としての経験上。だからこうね、こう、いい意味で、頭が結構空っぽの状態にこう、大きいイズムをぶち込めるっていうことなので、 まあ今年のロアッソ若手選手が多いので、うん、チームの一体感みたいなもの戦術理解っていうののところもね含め出てくるんじゃないですかうんやっぱベテランが多すぎるとねそれぞれの個性が結構ぶつかったりしそうだし、うん、そういう意味でいいのかもしれない経験の割と浅い選手が多いのはまあその上でちゃんと実力のあるフォワードが揃ってるんでねここ3人特にうんなんでこう 大きく崩れることもなさそうな感じがしますね。ちゃんと点取っていけそうな。まあディフェンスも去年の軸とかはいるし。はい。まあ積み上げていけるんじゃないですかね。はい。っていうところで、マルワスと熊本見てまいりました。まあ目標はもちろん昇格でしょう、このチームは。うん、もちろん昇格だ。やっていけるんじゃないですかね、熊本。楽しみですね。えい。ということで、 以上です。お疲れ様でした。